火を消さなきゃ。誰かいるの？ひどい匂い。これって考えたくもない。なんてこと。やるわよ。これで全部ね。あとは主電源を入れるだけ。カルロス、ジルよ。電源を復旧させた。よし、いいぞ。次は運行システムの起動だ。鉄道会社の指令室に向かってくれ。指令室のあるオフィスはこの地区にあるってことしかわからない。どのビルかわからないの？何よそれ。多めに見てくれよ、相棒。誰が相棒よ。
何？よし、運行ルートに。よし、行き先は？今いるのはレッドストーン駅だ。行き先はフォックスパーク駅。設定できるか？私はスーパーコップ。朝飯前よ。ルートの設定が完了しました。カルロス、私よ。運行ルートを設定した。いいぞジル、素晴らしい。不当不屈だな。急いで駅に戻ってくれ。出発の準備をしておく。何？他の出口を探さないと。今の鳴き声は？もう最悪。この服燃やすしかない。カルロス、聞こえる？ジル、やっと繋がった。
なんとか生きてる。奴は巻いた。よし、地下鉄は準備 OK。 君が戻り次第出発だ。武装する知能があるの？戻れない。カルロス、こちらジル、聞こえる？はっきり聞こえる。そっちは無事か？ええ、奴を倒した。よし、よくやった。でも無茶しすぎだ。おとりになるなんて、自殺行為だ。説教はやめて。
だけど奴もついてくる。大丈夫だ、俺を信じろ。もうめちゃくちゃね。カルロス、最初はひどいことも言ったけど、助けてくれてありがとう。いや、借りを返しただけだ。君は俺より勇敢だ。とにかくこれで、みんな町から脱出できるのね。ああ、君はもう大丈夫だ。あなたは？一緒には行けない。地下鉄には乗らないんだ。どうして？新たな任務だ。街を救うためなら何だってやるさ。よし、しっかり集中してくれよ。もう警察署だ。ここがどう見ても墓場だから。おい、やる気か？あの警官はどこだ？さあな、それより任務が先だ。情報が確かなら、バード博士はスターズオフィスに。ひっ捕まえてさっさと戻ろう。ひっ捕まえる？救助するんじゃないのか。カルロス、これ見てみろ。オフィスの場所が分かった。ここだ。いいか、バードはアンブレラ社の機密を握ってる。本人もただじゃ済まないと分かってるはずだ。なるほどな。だから救助じゃなくてひっ捕まえるのか。ふん、嫌な任務だな。シャッターを開ける。そこから行け。お前は警察署の現状を調べてくれ。ああ、何か分かったら呼ぶ。おい、気をつけろよ。ああ、お前もな。一体あれは何だ。マジか。タイレル、聞こえるか？ここには未知の。了解。
これ以上の情報収集は無理だ。そっちに向かう。了解。そう慌てるな、順番だ。少し時間。私だけ。カルロス、聞こえる？カルロス。逃げなきゃ。
聞こえる？ああ、もうこんな時に故障するなんて。勘弁してよ。帰れ。バードはどこだ？相手をしてる暇はない。なぜ博士のオフィスに軍事関係の書類があったのか知りたいだけです。私は誰だと？生命科学の権威、ナサニエル・バードだぞ。バード博士。タイレル、バードは死んだ。撃たれてる。マジかよ、ワクチンは？今。タイレル、ワクチンを見つけた。よし、今そっちに向かってる。気をつけろ。気をつけ。もう大
気をちょうだい。お楽しみはこれからだ。
私なら通れそう。威力はお墨付きね。ここが地下屋の入り口ね。まさか病院の地下にこんな施設があったなんて。ついてきたことには敬意を要する。だが残念ながらゲームはもう終わりだ。終わらせないわよ。これで揃った。
一足遅かった。一体ここで何をしてたの？この先にワクチンがあるはずだ。あなたは残ったら？休んでいられない。一緒に行くぞ。わかった。やり遂げましょう。これが動力ね。多分これワクチンの開発に使われるやつ。
シーの生成を始めます。素材をセットしてください。一体何なの？ワクチンを取り返さないと。奴を捕らえられる。